30日に行われる格闘エンターテインメントブレイキングダウン 11.5 の公開計量が29日都内で行われ、タイ修行から帰国直後の朝倉未来 CEO、 このために帰ってきましたと選手たちを呼び込んだ。16日に行われた超雷神3で平野と蓮と並んで出席した会見で、タイに修行に行くと明かしていた朝倉。日焼けした肌に引き締まった表情を見せ、同じジムに所属するライジンファイターの白川陸と西谷大成と激しいトレーニングに励んでいたことが伺えた。